カテゴリー5ケーブルは、高速信号転送のためのツイストペアケーブルの規格である。カテゴリー5の上位規格として、カテゴリー 5E、カテゴリー6、カテゴリー 6R、カテゴリー7がある。主にイーサネットなどのコンピュータネットワークでの、校内配線に使われるが、他にも電話、トークンリング、ATM などにも使われることがある。 基本的にシールドされていない UTP ケーブルがほとんどでエア、ティア規格上も UTP のみであるが一部エンハンスドカテゴリー5の STP ケーブルも市販されている。CAT5E の STP ケーブルはメーカー独自規格であり工場など強いノイズ発生源がある場合の対策に使われる。一般での STP ケーブルの使用は 引き側対策も含め注意が必要である。カテゴリー5ケーブルの本来の規格は、アンシー、ティア、エア -568A に定義されており、TSB-95 に詳細が規定されている。これらの文書には、周波数 100MHz までの性能特性と試験の要求仕様が記載されている。汎用的に、キャット5、または、キャット5と表記される。 カテゴリー5ケーブルでは、4組の年線体が1本のケーブル被覆内に収められている。各年線体は平行接続になっており、外部や他の年線体からの干渉があっても高 S、N 比を維持できる。主に100ベース、TX イーサネットなどの100メガビット、S のネットワークで使われるが、IEE802.3AB では1000ベース、t を、 カテゴリー5ケーブル上で使う規格を定義している。カテゴリー5ケーブルは、通常、1インチあたり3回寄ってあり、各線に使われる導線は、アメリカンワイヤーゲージ規格の24のサイズのもので、ある。カテゴリー 5E ケーブルは、カテゴリー5の改良であり、円ンローアについての規定が追加されている。2001年ティア、tja-568b 標準として、定義され。 これは、カテゴリー5の tja、a -568a を置き換えた。1000ベース t は、カテゴリー5ケーブルを使うよう設計されたが、もちろんカテゴリー 5e ケーブルを使った方が良い。性能に関する厳密な規定があるため、カテゴリー 5e ケーブルは、イーサネットとしては長距離に使うことはできず、最長でも100メートルとされている。 カテゴリー 5E ケーブルの性能特性と試験方法は、TIA-A-568B2 から2001に定義されている。汎用的に、CAT5E、または、CAT5E と表記される。線として、単線を使うものとより線を使うものがあり、より線の方が柔軟性があるが、単線の方が安価である。このため、 壁や床下に固定的に配線を埋め込む場合は単線のものを使い、そこから各機器に接続する場合は寄り線のものを使うのが一般的である。ケーブルの種別、コネクタの種別、トポロジーなどは、t i a a や -568a に定義されている。8P8C モジュラコネクタがカテゴリー5ケーブルの接続に使われることが多い。 ケーブルのコネクタでの結線は T568A または T568 バイトの2種類の方式があるストレートケーブルの場合これらはどちらでも違いはないただしケーブル同士を継ぎ足す形で接続する場合両者が混在するとインピーダンスが異なるために信号が減衰する可能性がある PC 同士などを直接つなぐ場合一方が T568A で一方が T568 バイトのクロスケーブルを使うが最近のハードウェアはストレートケーブルであっても接続可能な場合がある100ベース TX の展開機に市販されていた持ち歩きに向いたスリムタイプのケーブルにはカテゴリー5相当と書かれたものが存在していた正式なカテゴリー5製品では4体べてが決戦されているのに対して こういったケーブルが細い製品では2体しか結線されていないものや線自体が2体しかないものがある。100ベース TX までは4体のうちの2体しか使用していないため、このようなケーブルでもほとんどの場合、使用に差し支えないようであるが、1000ベース T は8芯4体すべてを必要とするため、このようなケーブルでは 1GBPS でリンクできず、 オートネゴシエーションによって 100Mbps となるので注意が必要である。AB ツイストペア配線最新企画動向と関連情報対応企画の正しい表記方法。ありがとうございます。